北上線は、兵庫県神戸市中央区の新神戸駅から同市、北区の谷上駅までを結ぶ神戸市営地下鉄の路線である。ラインカラーは茶色。駅番号を構成する、路線記号は S で、番号は直通運転している精神、山手線と一体で振られている。精神、山手線の駅には緑地に、白抜きで、駅番号が描かれているが、 北上線は白地に円と文字の実が緑色で描かれている。神戸電鉄ありませんから神戸市中心部への短絡ルートとして建設され、1988年4月2日に北上急行電鉄北上線として開業した。谷上駅付近を除く全線が六甲山地を貫く全長7276メートルの北上トンネルとなっている。 このトンネルは1997年に北越急行北北線が開業するまでは JR 線以外の日本の鉄道で最長の山岳トンネルだった。トンネルの建設に際しては自治体は出資せず阪急電鉄と日本鉄道建設公団の接班によって行われた。なお北上トンネルとほぼ並行して新神戸トンネル有料道路が 神戸市によって建設されている。北上線を計画するにあたり、当時建設計画中で、当初計画では、現在でも、市営バス路線にて、混雑状態にある青や、王子動物園方面への延伸の可能性をも考慮して、山陽新幹線新神戸駅とほぼ並行する形で、建設する予定だった、地下鉄新神戸駅の位置を変更した。また、 山陽新幹線の直下を掘ることになり、国鉄から構造計算上新幹線新神戸駅を2ミリメートル以上、沈下させてはいけないという厳しい条件を課せられた工事でもあった。急勾配、短距離の路線であるため、車両の電気ブレーキが効かなくなることをなくす必要があり、車両の電気ブレーキで発電された改正電力を駅証明。 駅務機器に利用できるようなシステムが当初より採用されている。1995年1月17日の阪神、淡路大震災では大きな被害はなく、翌18日には運行を再開し、この時点でまだ普通だった他の鉄道路線などに変わり、大阪その他日本各地から神戸市都心部へ直結する唯一の交通機関としての機能を果たした。 しかしながら、距離の割に運賃が高く、メインターゲットとなる、神戸電鉄ありませんと神戸主営地下鉄、精神山手線が別事業者であるがゆえに、両線とまたがって利用する場合は、結果的にさらに高額となり、輸送量が伸び悩む。建設費の金利負担が重くなって経営が苦しくなり、2002年4月1日に、鉄道施設を、 神戸高速鉄道に譲渡し、神戸高速鉄道が第三種鉄道事業者、北上急行電鉄が第二種鉄道事業者に変更された。営業や運行は引き続き北上急行電鉄により行われ、2010年には神戸高速鉄道の打線も同様の形態となった。なお、神戸高速鉄道が20年間北上線の鉄道施設を保有した後、 残資産を呼び、残債務はすべて、阪急電鉄が引き継ぐことになっていた。2018年12月27日には、神戸市北区における、郊外開発や地域振興、人口増加を図ることを目的に、北上急行電鉄の事業を、神戸市交通局が譲り受け、北上線を市営化して、相互直通運転を行っている、神戸市営地下鉄、精神。 山手線の一部にすることで運賃を値下げしたい意向が神戸市にあると報じられ、神戸市の久本木造市長と阪急電鉄の杉山県白社長が会見した上で北上急行電鉄の事業譲渡について協議を開始すると発表された。そして2019年3月29日には遅くとも2020年10月1日までに神戸市交通局が 阪急電鉄グループが保有する北上急行線に係る資産等の譲渡を受けること、及び北上急行線と市営地下鉄の一体的運行を実施することにつき、基本合意が成立したことが神戸市から発表された。これを受けてマスコミ各社は市営化と報道した。神戸新聞によると、駅や車両、トンネルなど北上急行に関係する資産が、 譲り受けの対象とされているため、当初20年間とされていた神戸高速鉄道による保有は予定を繰り上げて終了することになる。2020年3月4日には、北上急行電鉄から神戸市への北上線の第二種鉄道事業の譲渡が、神戸高速鉄道から神戸市への道線の第三種鉄道事業の譲渡とともに、国土交通大臣に認可された。 これに伴い、同年6月1日に北上急行電鉄の路線から、神戸市営地下鉄の路線となり、神戸市営地下鉄北新線となった。譲り受けにより、神戸市が第2種鉄道事業の許可及び、第3種鉄道事業の許可を取得することとなったため、神戸市は第1種鉄道事業の許可を受けたものとみなされた。なお、 北上急行電鉄の運行に携わる社員は、神戸電鉄鉄道事業本部北上営業部に移籍し、神戸電鉄が北上線の運行業務を受託している。全列車が精神、山手線に直通運転しており、一体的に運行されている。北上線のみの運転はない。北上線からの列車はほとんど地下鉄終点の、 精神中央駅まで直通しているが一部は、妙谷駅までの運転となる。谷上駅で接続している、神戸電鉄線へは、期間が異なるため、直通できない。北上線では、ワンマン運転を行っている。また、神戸電鉄が、運行業務を受託しており、新神戸駅で、神戸電鉄と神戸市交通局の運転士の交代が、行われる。 2002年12月16日より、精神、山手線の区間も含め、谷上方から3両目は毎日、終日女性専用車両に設定されている。毎日終日設定は、日本初の事例である。全車両ともに精神、山手線と共通である。ありがとうございます。